末パス。JR 東日本が発売している、休日の連続する2日間有効のフリー切符で、JR 東日本の関東甲信越、南東北の路線と14の私鉄線が乗り放題になる切符です。そんな超お得な切符を使い倒して旅をしようというのがこの企画。今回は、南東北方面へ向かいます。まずは、特急日立に乗車し仙台へ。復活から1年の仙台日立の今を調査します。続いて、日本三景の一つ、松島を訪れ遊覧船に乗船。その後は気仙沼線 BRT に乗車し気仙沼へ。ここで一泊します。二日目は陸前高田へ向かい、東日本大震災津波伝承館と奇跡の一本松を訪れます。気仙沼に戻った後は、大船渡線を走る観光列車、ポケモントレイン気仙沼号に乗車し一ノ関へ。一ノ関からはちょっと変わったハヤブサ号でキロに着くといった工程です。え？範囲外区間の方が多いって？ということで、早速本編スタートです。はいどうもリリーです。というわけで今回は常磐線の土浦駅からスタートです。これから特急日立3号に乗車をいたしまして、終点の仙台まで乗車していくことになります。東日本大震災の影響で2020年まで常磐線は原発の近いエリアとかですね、その辺は運休状態が約9年間続いていたんですよね。ですが2020年のダイヤ改正で東京上野方面から仙台方面まで常磐線全線運転再開と、まあ、いうことになり、運休をしていた仙台行きの特急日立号が奇跡の復活を遂げるというねことになったわけなんですね。それから丸々1年が経過をいたしまして、今の利用状況とかはどうなっているのか、まあ、沿線状況なんかもね、まあ、乗りながら見ていきたいなと思います。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急日立3号仙台行きです。それではシートチェックです。シートはこんな感じで黒色のモケットが貼られています。テーブルの方は背面テーブルがついておりまして、サイズもかなり大きく、まあ、ビジネス特急らしく、まあ、使いやすそうなねテーブルがついています。テーブルの下にはネットとドリンクホルダーがついています。また足元の方なんですが、ちょうど空洞になっているのでしっかり足を伸ばすこともできます。ブラインドの方は上から引き出すフリーストップ式のものが搭載されております。リクライニングの方はこちらのボタンを使って倒します。各座席の肘掛けのところにコンセントもついているので、携帯の充電なんかもね気軽にできると思います。偕楽園臨時駅偕楽園に到着です。水戸駅までご利用のお客様、次の駅が水戸駅となります。次の駅水戸駅でございます。列車は水戸を発車していきます。水戸から先は引き続き常磐線を走行していくことになります。この辺はね、仙台日立でなくても見れる光景ですので、とりあえずこの動画では、まあ、カットしつつ、まあ、進めていこうかなと思います。列車は磯原に到着です。この磯原駅はね、全国で確か一番発車メロディーが長い駅として有名なんですよね。曲名は、7つの項でしたかね。1分以上ある長さの発車メロディーが、まあ、採用されているんですね。フルで聴けることはなかなか難しいとは思いますけれども、そんな、ちょっとね、変わった駅が、この磯原駅になります。列車は福島県に入りまして、湯本駅を発車したところになります。次の停車駅はいわき駅です。いわきは東北で2番目に確か人口の多い大きな町だったかなと思います。やっぱり常磐線の特急列車もこのいわき駅までは何本か本数が来ているんですが、いわきから先仙台までの区間は1日に3往復4往復ぐらいしかね特急列車がないんですよね。列車の本数も少なくなっていきます。いわき駅に到着です。仙台日立が復活するまではこの岩手駅が常磐線系統の特急列車の終着駅となっていたんですね。
震災前はここから先もバンバン特急列車が走っていたんですね。そんな区間ですので仙台日立の中では、まあ、メインになる区間というのはこのいわき駅より北の区間と、まあ、いうことになるんでしょうかね。さて、いわき駅を発車していきます。ここから先常磐線は福島県浜通りの区間を走行していくことになるんですね。列車はここで J ビレッジ駅という駅を通過していくことになるんですね。こちらの J ビレッジ駅は2019年4月に開業した比較的新しい常磐線の新駅なんですね。この J ビレッジ駅の近くにはサッカー向けのなんかトレーニングセンターとかがあるらしいんですよね。広野町の震災、それから原発事故からの復興の拠点というふうに位置づけられてもいるんですね。まさしくもう広野町周辺のね、復興の象徴となっているのがこの J ビレッジであり、そのアクセス向上の目的で作られたのがこちらの駅になるわけです。さて、富岡駅を発車していきます。こちらの富岡駅は去年2020年のダイヤ改正まで終着駅だったんですね。ここから先富岡から福島県の浪江駅までの間が常磐線で大震災以降最後まで復旧することがなかった区間になっていきます。それだけいろいろとね、復旧作業が一番大変だった、まあ、区間に入っていくことになります。それもそのはず、ここから先大野駅を発車した近くにね、立っているのが福島第一原子力発電所なんですね。大量の放射性物質が漏れて帰還困難区域になっていたことは、まあ、皆さんも記憶に新しいと思います。ちょうどその困難区域だった部分を常磐線は走っていくことになるんですね。ですので除染作業とか、まあ、そういったことももろもろありまして、まるまる9年かかって、復旧したそんな区間になります。列車は大野駅を発車したところです。今見えている、まあ、林というか山の向こうにあるのが第一原発ですので、相当近い場所を常磐線は走っていくんですね。こういったことからもいかに除染作業が大変だったかということがひしひしと伝わってくるようなそんな感じがいたします。 The stop after Futaba will be here.車内の様子はこんな感じ、まあ、乗車率も決して高いとは言えない感じでしたね、3割ぐらいの乗車率なんでしょうか、まあ、やっぱり都心方面からずっと仙台まで乗り通すというお客さんは少ないのかなという印象を持ちました。原の町での乗降もほとんどなかったんですよね。やっぱり10両編成では少し過剰輸送気味なのかもしれません。もちろんコロナの影響で乗車率が低いというのも考えられるとは思うんですけれども、それを差し引いてもちょっと重量は多すぎるのかなといった感じがいたしました。固定編成であるがためのデメリットということなんですかね。春の町の近くまで来ると住宅の数も増えてくるわけなんですが、先ほどの大野駅のあたり、まあ、原発の付近なんですよね。とはもう車窓の雰囲気がまるで違うんですよね。原発の近くは人気も少なくて、いや空き地も多くて、どこか物々しい雰囲気がしたんですよね。やっぱり10年経ってもその爪痕というのは色濃く残っているんだなと改めて実感した瞬間でもありました。でまたこの仙台日立というのは風の影響を受けやすい区間を走行するんですね。実際にちょっとでも風が強くなると、まあ、運休とかもしくは遅れが出たりとか、そういったことがしょっちゅうあったみたいなんですよね。この復活から1年間の間でも。ですので、まあ、乗車率が低い、それから遅れやすい、まあ、という、まあ、デメリットを抱えた状態で、まあ、1年間走ってきたことになるわけなんですね。列車はちょうど高架線の区間を走行していくわけですが、周りに建物とはいうのはあんまりないんですよね。ずっと田んぼなので、もう思いっきり風を吹きさらしで受けることになるわけです。とはいえこの仙台日立はいざという時にその存在意義を大きく発揮することになるわけです。先日2月14日に東北地方で発生した地震により東北新幹線が一時不通になってしまったんですよね。ちょうど受験シーズンであったこともあり、東北の受験生が東京の受験会場に行けなくなってしまうという事態にも
発展してしまうわけです。そんな中ピンチヒッターとして大きな役割を果たしたのが、こちらの仙台日立になります。いわゆる東北新幹線のバイパス手段としての、役割を発揮したことになるんですね。途中悪天候に見舞われて、風の影響を受けやすいというのもあって、実に8時間も遅れてしまったんですね。そういった遅れを抱えつつも夜通し走り続けて、深夜2時頃に上野駅に到着したと、いうことなんですよね。無事に受験生を東京に送り届けるという、大活躍を成し遂げたわけです。こういった面からも仙台日立は、マイナスな面こそ多いんですけれども、いざという時のその存在感は計り知れないと、いうわけなんですね。ここまでプラス面マイナス面両方言ってきたわけなんですが、いくらバイパス手段だったとしても利用者が少なければ、極端な話臨時列車でもいいというふうになってしまうんですよね。ただこの仙台日立というのは沿線の期待を背負った、列車なんですね。福島宮城県の復興の象徴という面もあるわけです。ですのでこの仙台日立だけはなんとか、これから先ずっと末永く残していく必要が あるなと僕も強く感じています。さて車内放送も流れまして、終点の仙台駅へと入線していきます。ここまで、約3時間弱、東京方面から乗り通すと4時間半ほどかかる長距離列車ということなんですが、車内の設備も新しく、乗っていて疲れたりということは僕は感じませんでした。ということでここまで乗車してきたわけなんですが、やっぱりプラス面マイナス面、両方大きな特徴を併せ持った列車だなといった印象を持ちました。ですのでこの先長きにわたって、この仙台日立を存続させていけるかどうかは我々利用者の手にもかかっていますし、また沿線の自治体がこの仙台日立を通してどれだけ観光客またはビジネス客を沿線へ誘客できるかといった点も重要になってくると思いました。まずはこの仙台日立を区間利用とかでね、有効活用させること、またこの仙台日立の存在をもう広く普及させるといったことがね、我々に求められてくるような気がいたしましたし、この動画を通してそういったことにもね、少しでも貢献できればなと思いました。鉄道ファンにとってもこちらの仙台日立は長時間乗車とかもできるので非常に面白い列車なんじゃないかなと思いましたので、皆さんもぜひこちらの仙台日立号を利用してみてください。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。